役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、共振者です。3番。TP さんありがとう。はい、おはようございます。まあそうですね。まあせっかくなんで、この位置ですけど、まあ同進行をちょっと、まあ、やってみたいなって思っていて、まあ当然ね、メリット、デメリット、当然デメリットもあると思うんですが、1周目から出た時の情報と、また違った情報が同進行で得られるなって、まあ最近感じ始めていて、例えば、僕が怪しいとか、ね、6番とかが言っている時に、今5番が後から3しろみたいな、そういう時って結構それが自身が情報量になったりするんで、まあ結局的に何か言いたいかというと、まあ同進行って結構利があるなって最近思い始めましたぐらいですかね。で、あとはただ、まあ1周目が無駄になるんじゃないかっていう人もいるんですけど、ちゃんと1周目の話はちゃんと聞いて、原文取って理由付けして印象論の良し悪し、ないしは色付け、うん、ここが怪しいとかを残してもらえると、それもまた情報になるから残してほしいなっていうふうに思います。僕の位置95秒でお願いします。キリさんありがとう。プレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、銅に関しては賛成します。もう基本的に人外が苦しい場面を作りたいから、基本的に同進行の方が村にとってメリットしかないと思ってるから、銅でいいと思います。で、そうだね、まあ、なんか発言とかは精査しきっちり聞いていくし、なんかドーンだからつって発言落とさない人いるんだけど、どうせ2週目でしょみたいな、全然そんなことなくて、それは3番いいこと言ったなって思ってるのが、なんかもう情報を落とすべきなんですよ。情報を落とさないと人外がなんでそこに白打ったのかとか、そういう考察ができるから、情報量、情報を落とさなければ同進行の真髄って発揮されないと思ってるから、3番がそれ入れたのと評価ポイント高いと思ってるけど、正しい2週目です。人外でも言えるから。まあ、2週目の考察、皆さん考察聞いて2週目でこの位置ですけど、祭り位置とか提示できるように頑張ります。5番のプレイヤーが発言します。そうですね、僕が思った印象は、3番は占い師と霊能では出てこれない人物ですねっていうのを思いましたね。うん、まあそうでしょう、だって同進行をやってくださいっていうんだから、まあ、自身が占い霊能を持ってる場合は、自分が行動は自分で選べるわけだから、3番は、偽であれどの道出てこれない人物だから、まあ、自分の組を締めてる考察が伸びなかったらそういう風になるから、まあまあ、僕もね、同進行は賛成なんですね。だから4番と5番、まあ、僕もそうですけど、占い霊能ないのは透かしてないです。ただ3番さんだけは、占いと霊能がないのが透けましたっていうのを一応考察として落としておきます。で、僕はそうですね、まあ、釣り位置も3、4どっちもって言えないんですけどね、まあ、4番がじゃあ、3を安直に、いやいいですね、3番は2周目って言ったのは4番がいいと思います。僕は3番が2周目。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。まあ、5番の意見ね、うまく使えばね、5番さんっていうのはね、3番さんが例えば占い師と霊能が出ました、で5番さん目線それはないと思ってるんでしょ。じゃあ3番さんから出た時人外確定じゃないですか。だからそういう視点持って1周目から言うべきではなかったと思うな。普通に下手だなと思いました、僕は。5番さんに関して、アイリさんありがとうって思ってます。普通に、同進行することって、まあ、いいと思うんですけど、候補位置に人外固まってた場合、発言持っていかれるよって思うんですよ、普通に。だから俺は、あまり、同進行は、好きではない。はい。5番さんが、ありがとう。ちょっとって感じ。7番のプレイヤーが発言します。5番さんが何なのかなって、まあ、2周目行ってほしいなと思ってて、5番さんが3番さんに対して何だろう、占いと霊能がないっていうのは別に、それは違うのかなと思ってて、僕自身は占いと霊能持ってても、同進行は別にすると思う、するんですよね。ですだから、5番さんのその精査はいらんかなと思ってて、うん、4番さんは何だろう、3番さんをまあ評価してたんだんで、まあ、色が落ちないんで、まあ、2周目、3番、4番は2周目かなと思ってる。
6番さんがなんだろう、5番さんに対してなんだろう。5番さんがどうだったのか言えなかったのか、なんか、うん、5番から引いて帰ってくないのかなと思いましたね。だから5番と6番がなんだろう、印象悪いかなと思ってますね。はい。うん、6番は5番のゾウロスさんが言ってほしい、2周目で。うん、以上。8番のプレイヤーが発言します。いや、7番が5番に対して結構不当な精査するなと思って、5番なりに3番はないっていう思って言ってること、俺は拾えなかったんだけど、霊能と占いないっていうのは拾えなかったんだけど、それは5番なりに拾ったことだからまあいいんじゃないと思うけど、それはめくり必要なかったなっていうのは6番同意。ただ7番に関しては今6番を叩く、ん、評価石走ってんだからって一瞬思ったけど、5、6怪しいやからと思ったけどな。そこで7番が6叩くんだったら分かったけど、あ、6番もう印象悪いって言うんだと思ったぐらいかな。あとね、あの村人でもね、チャット用紙をか、あのどこどこしろってね。で、2日目ぐらいにスライドして、ま、あの西洋なり、あの平和村なりそうやったらな、平和村つまらんじゃん、やっぱ。じゃあ占い結果 2回ぐらい残せるじゃん。だから用意しとこう、みんなで。はい、以上です。はい。9番のプレイヤーが発言します。まず僕の自己紹介しますね。僕率直に物を言います。自分が感じたこと素直に物を言います。なんで黒く見られることが結構多いですね。はい、それだけにしときます。で、8番さんは言ってることおかしいと思いますね。なんでチャット用意しないといけないんですか、スムラの人が。それって邪魔してるだけだと思いますけど、鈍進行の意味あるんですか、8番さん。それから5番さん、ちょっとあの話の組み立て方がおかしかったですね。はい、やたらと緊張されてた印象がありますね。あ、これは僕の主観なんで異論は認めません。はい、5番と8番を怪しんでます。8番は特に怪しんでます。チャットを用意しときましょうって、ドーン進行の意味ないですよ、それ。8番さん、ドーン進行知ってます？はい、以上です。8番釣りたい。5番怪しいと思ってます。以上。1番のプレイヤーが発言します。自分一番怪しいのが5番さんで、そこを指摘できた6番さんが現状印象いいかな。まず5番さんが3番さんに鈍進行を提唱したから占い師と霊能者がないって、そのすかさせるような行動って別に言う必要ないと思うんだよね。だから、真っ先に6番さん5を叩いたのがすごく印象いいし、まあ9番さんも5を怪しんでるのはまあまあいいかなと思う。ちょっと8番さんも興味があるかなと思う。なんか占い結果どうのこうのとか言ってるのは、なんか強人アピールしてる可能性はちょっとあるかなと思う。8強目、5がロー目かなと思うから、現状5番さん釣りたいかな。いや、3番さんから占い師を、霊能師を出たらおかしいっていう精査はちょっとおかしいと思うけどね。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ自分も1番さんと同じように、まあ、5番さん、8番さんが気になっていたんですけど、ただまあ5番さん、8番さんどちらもまあ結構目立つ発言だったと思ってて、まあ狂人ってまあこの村2人はいないんですけど、なんか両方ともなんか興味のある動きだったかなと僕はちょっと感じたんですね。なんでまあどっちかに狂人はいるかなと思ってるんですけど、まあどっちかに狼が出てるのかなっていうふうにはちょっとってちょっと思ったかなと思いますね。なんか狼やった時ってそんなにこう目立つような発言したら叩かれちゃうから、1周目から。だからなんか狼はなんかこの5番さん8番さんのまあどっちかに狂人がいた時、まあその5番さん8番さんとか、まあ今回目立つ発言をしているところに対して叩きを入れている人間の中に狼がいるんじゃないかなと僕は思ってますかね。まあでもまあ5番さん8番さん気になってるっていうのはまあ僕も思ってます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、99、98、97、96、95。ん？占い8しろちょ待ってね。占い8白、霊能使用。5番さん霊能1書くね。で、1が7白、6が1白。あ、じゃあ6視点は1狂人の4狼ってことね。まあ、もろもろ把握しました。
まあ、5番さんはちょっと引っかかってたんだけど、僕はそもそも日占い比例のを透かしたつもり、最大限配慮してたんだけど、まあ、でも一画したからもう触れんとこって思いました。おかしいなって思っていたのは8番さんと2番さんもちょっと臭いなって思いましたね。まず8番さんに関しては9番さんとかが指摘したように、スムラも、占いの結果を貼っときゃいいんじゃないかっていうのは、それだと同進行の意味がないんですよっていうのは、9番さんが言ってたことで、2番さんも若干引っかかっていて、なんかね、8と5に対する精査で、目立つような行動をしているから、今回は狼なんじゃないかっていう、その論理がうまくなんか説明できないような気がするんですよ。8番さんの目立つような行動が、例えば、凶悪している狼だって全然あったわけだし、2番さんの中で、どうして、なんか、なんていうのかな、結構2番さんって、58の強労って言ったら、だから2番さん視点で58のローラーって言っても、じゃあ良かったんじゃないのって僕思ったから、うん、そこら辺が気になってますかね。4は2周目でよくて、6、1はね、どうなんだろう、どっちも5に指摘したら結構。4番のプレイヤーが発言します。まあ、グレー星、3番に関してはグレー星座を落としてるからまあいいけど、占いに関してまあその位置だからしょうがないかとは思うけど。ちょっとサイズ付けはしてほしかったな。今日占い師行く盤面ですよ、村支店って。僕は8番に関しては9番が言及しているところ、8番がまあブラスラしまくれって言ってるようにしか聞こえなくて、そこが叩かれてもしょうがないなって思っていたから、だから9番の主観って言ってるっていうのは分かってるし、5番に対しても主観ではあったけど、1番が便乗で結構5を釣りをしてたなって感じるから、だ1のローがあるかなって思ってるから、6番に関して7で囲いは発生してないと思ってて、7の言ってることが一番まっとうに聞こえた。で、6番が5番に言及し始めて結論がなかったよね。じゃあ5をどう思ってるかって、すごく微妙な触れ方をしていて、最初は6、5もあるのかなって思ってたんですよ。6番の5への触れ方がなんかすごい、何を言いたいのか分かんなくて結論がなかったから、だからそれを7番が拾ってるからいいと思ったし、そこを7番を囲う必要ってない、1が強靭でも狼でも囲う必要ってないと思ってるから、だから7番って単体で村なのかなって思っていて、で2番が当たり前のことしか言ってないんだよね。58でどっちも村なら狼がそこ釣りをしてるんだろうなって、まあそれは当たり前でしかないから、だから2か3に狼いそうだなって思ってる。9番の主観はただの主観、7番はその6番への拾い方が良かった、1とつながってて囲われるような発言を7番は行っていないって考えた場合で、2か3に狼いるんだろうなって。まあ、3番が占い精査を落とさなかったのは気にかかっているが、ドンの進行とその主張に関しては分かるから、そこは評価あるけど、2、3はちょっと難しい。6でも1も票が集まりそうな方に入れます。5番のプレイヤーが発言します。あ、一画してしまいましたね。霊能です。で、まあ僕のことをまあ疑ってきた人は別に、まあもういいですよ。まあ一画した霊能なんでもう疑いようがないんで、まあ僕が怪しいことを言ったんでしょうね、多分。はい。で、今日占いからどっかから釣ってください。で、騎士さんにお願いがあるんですけれども、どこか釣れたとして、それが情報釣りになる釣りの場合は、僕護衛をしていただきたいんですよね。うん。まあ明確、まあ、任せるけど、明確にここは死んだと思うっていうならそこ守ってもいいけど、例えば6番さん目線って1白出てるから4狼でしょ。4釣れたら、4の色は見たいわけなんですよ。4が釣れた場合はね。で、1釣れた場合も1の色って見たいわけなんですよ。だからそれが情報釣りになる場合だったら、要は1か4が釣れた場合は、僕を護衛していただきたいというのも言ってきます、騎士さんにね。はい。どうだろうね。グレーだと、なんか怪しいこと言ってたのは8番なんですよ、僕。8番。だから、4が8白打ってますよね、多分。そうですよね、はい。だから8番って多分4狼、8狼の時って、初日囲ってあげたら、例えばね、狂人ってどう動くか分かんないから、狼にとっては。うん、だから、2、1番面で片白になったら8番って絶対釣られなくなる。ほとんど釣られないから、片白釣りって初日になんないから。だから現状僕は4、8で追ってるんだけど、発言も聞きたいかなって思う。だから6番さんと1番さんは、まあ6番さん目線はもう4狼って分かってるからいいけどね。1番さんも話聞いて。6番のプレイヤーが発言します。6番でーす。あまり僕の発言聞けてない人は何人かいるから、もう一回言うよ。5番の3番さんへの言及。
3番さんが占い例のないことを3番さんは見えてるんだよね。じゃあその発言、3番さんからそういう発言でないこと言うんだったら、もし2周目出たとき3番さんの芯って切れるわけじゃないですか、5番さん。だから下手だなって言ってるんですよ。その進行だってグレーに狼が候補位置にいた場合持っていかれるよって、あんまり同進行好きじゃないんですよ、僕。まあいいや、2番さんとしては同じだったんですよ、普通に考えて。村支店立ったとき普通に5番と8番が、俺も5番と8番に強靭マークついた。だから普通にもう48ローローかなと思ってるよ。48ローロー。でもなぁ、4円が2に触れることはね、雑すぎるし、7番は俺の話聞いてないし、9がまともだから9が一番狼だったら怖い位かなと思ってるで、まあ、3は俺ね、ぶっちゃけ言うともう役でしかないと思ってるから、あの発言。はい。3は騎士だと思ってます。はい。悪いですけど、4番さん視点狼、4番さん、3番さんのいいなーって言ってたでしょ。はい。多分4、3ローローには見えないんですよ、これ。3番さん騎士で、俺9番さん占いかなと思ってます。以上。7番のプレイヤーが発言します。6番視点で4、8狼でしょ。9占うんすか。8いけないですか。6番さんが死んだ。6番さんの視点おかしいなと思いました。6番さん視点で48狼でしょ。一番強靭でしょ、じゃあ。強靭か。一番強靭に7白って打つかな。7番って、そんな人買ってないけど、そこに白打ち入れない、1番って。しかも1番さんっていうのは、なんかな、1番さんの発言でな、7番に俺のこと全然増えてなくてな。だから多分、俺の上に多分、白のマークって打てるのかなと思って、1番さん、なんとなく死んかなと思ってて、4番さんがなんだろう。17の囲いはないから、23に出しておくれがいいっていう発言ね。4番さんもなんだろう、視野がちょっとなって、まあ、1周目の2番手やから、まあ、しゃあないけども、4番さんも狭いなと思ったから、なんとなく1番さんが死んかなと思ってます。はい。ラストウルフどこにあるな。いや、8、占ってほしいけどな、個人的にはね。うん。6番さんが、4、8で見てんだよ、8ぐらいの方がいいですよ。うん。今日、情報中で4から行きたいと思ってますけど、8、9番さんはどう思ってるんですかね、これ。4つって、6の破綻が見てるんで、うん。4から行きます、僕は情報中で。ごめんね。って感じかな。うん。8番のプレイヤーが発言します。いやー、俺、スムラなんだけど、まあ、6番が透かす意味わからんし、3番、あ、騎士めくる意味わからんし、多分ね、7番、これ6番、釣られに来てるよ、自分自身で。多分、ツッコミを待ってたんだと思う。8占いやって、4、8で見ててって。多分、6番、釣られ気候人、1か4に狼。どっちだろうな、相方どっか。まあ一応占い師を休止療養して、言ってる意味わかんない。俺平和村がつまらんから、95秒でドーンって一発張るやん、新占いが。で、もう一発張ったらええやんって。で、二日目にスライドしたらええやんって。その方が強いから二回残るからって言ってね。理解ができないんかな。それとも俺が浮いちゃってんのかどうなのかわからんけど。この後の1と1の発言聞くけど、まあ4番から行こうかなと思って。お買い得やんな、やっぱ。ただ6の、この後騎士が出て、後半にいるんだったら、温度取ってもらって、6の新切りでグレード1本詰めてもいいけどな。そうなってくると1は分からんねんけどな。聞けてねえから。7番が率直に、囲われて、4釣り、4の芯を殺しに行く構図。あんま見えないかな、今ので。1強7ローで。まあいいや、4番行くわ。申し訳ない。はい、9番のプレイヤーが発言します。6番は確実に偽物です。理由があります。6番はこう言いました。
8番が狼だと思ってる。はい。で、9番を明日占いたい。はい。6番さん、今日は釣り縄にかかってるのは占い師3人ですよ。その中の、もしあなたが運よく生き残ってたとして、1占いを9番に使うの？ 8 番狼だと思ってるのに？そんな占い師いますか？だからね、8番さんの発言前までは8番さん怪しいなって思ってたんですけど、8番さん外れましたね。はい。6番さんは釣られに来てると思いますよ。あの発言。完全に突っ込み待ちですよね、8番さん。そこは合ってます。ただ、今日グレーを釣られる、グレーの中から選ぶとしたら8番さんですよ。はい。浮いてるのかなって言ってましたけど、浮いてますよ。はい。完全に。で、もう一つ、2番さん。2番さんはね、こう言いました。8番と5番を疑ってる中に、狼がいると思いますって。僕も8番と5番を疑ってるんですけどねって。え？同じ考えなのにその中に狼がいるの？面白い考え方をする人だなと思いました、2番さん。はい、弁明があったらぜひ2番さんの位置でよろしくお願いします。まあ、6番さんは強人だと思ってるんで、僕は4番さんつって色みたいですね。はい、正直な僕の9番でした。はい、1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言します。まあ現状やっぱ4、8ロー老かなと思う。8番さんが釣られそうで、4番さんが囲いに行った、結構4、8ロー老見に来てるから今日4釣ってほしい。あとね、騎士絶対1号欲しくて、1を偽で追ってる人って多分誰もいなかったよね、この状況で。だから俺抜かれた時に、もし例えば7番さんが騎士だった時に結構きついんで、1号へちょっと考えてほしい。で、まあ、4番が強人だった時にもう6番破綻するんで、結構やっぱ1神って来るんだよね。5番さんって霊能声してくれって言ってるけど、占い師が一番大事なんで、ちょっと一声してほしい。例えば、8番さんが実際狼じゃなかったとする。ってなった時に、1噛まれた時で多分8番さんまで縄が、ちょっと待ってね。行くよね。だからとりあえず1個は占いして、したいかな。なんで、絶対騎士1声ね。結構4、8、ロー、ロー、6強かなと思う。まあ、一つ引っかかるのは2番さんが丸々便乗だったこと。なんか怪しい、まあ、9番さんが言うように怪しんでんだけど、そこを怪しんでるところに狼がいるっていうのは、ちょっとわかんなくて、普通ならそこを怪しんでるところは白いんじゃないかっていうのが思ったんで、2番さんにはそこが引っかかってるぐらいかな、時点でね。まあ、4釣り1超え。頼むよ、騎士。2番。のプレイヤーが発言します。はい、まあ、まずまあ弁明からするんですけど、まあ、確かに僕がその5番さん8番さんを疑っているところに狼がいるっていうふうに言ったんですけど、ますね、まあ、真っ当なことを言ってるところに狼がいるっていうふうに訂正します。すいません、そこはご愛嬌ということでお願いします。で、まあ、占い審議に関してなんですけど、まあ、ぶっちゃけわからないですね。僕はわからないので、まあ、僕は情報取りがいいかなとは思ってはいますけど、まあ、ただ、わからないけど、まあ、9番さんの言ってる、まあ、その6番さんの占い師 の占い先の発言に関して違和感を感じたっていうのはまあ僕も思ったので、まあ、ただそれが完全な偽要素とは思わないから、だから、まあ、僕は情報ずれが一番丸いんじゃないかなと思ってますかね。はい。で、まあ、グレーの中でまあ怪しいなって僕は思ったのは7番さんですかね。7番さんの目線の時に、なんか1番さんが真っぽいっていうふうに言ってたんですけど、7番さんの席の時にまだ1番さんの発言が聞けてない状態で、なんか1番さんの芯をなんか結構断言してたのがちょっと気になったかなっていうことかな。うん、まあ、8番さんに関しては自分が素村であることを透かしてて、まあ、この三芯王の盤面で、まあ、狼で持ってるので、8番さんは結構白いかなと思ってるんですけど、僕は。まあ、それぐらいですかね。まあ、占い審議は分からないです。なんで、まあ、僕は情報ずれに行きたいかなと思ってます。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。私は残っているのだ。
が終了しました。あ、こんにちは。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。本当に腹立ってくるわ情報でさ、8番黒いって思うんだったら8番つったらいいじゃん。6番の芯が切れるんでしょ。6番の発言、9番狼だとね、狼ない、8番で囲われてる可能性があるって言って9占いですよ。おかしいじゃん。7番ってそれ拾っててさ、じゃあ僕が7の白見て7にすり寄ってるように思えた。7番の発言は真っ当でしかなかったよ。だから1番が7白打つことってないんだよ、人外で。人外でっていうか、その人、いや、今のは失言です、申し訳ない1番が強靭でも7に白打って囲い込みも人狼で7番に白打って真って言ってるようなもんじゃん、人外で。それで7番弾いたら7番から視点飛んでくるのおかしいから。いいわ。で、2番が一番おかしいから。あ、4発かな、これ。なんで8番の黒追わないで4釣りなんだ、ね、8番は村なんだよ。俺噛まれるんじゃないか。4番が人外って8番に白打つ意味って何。じゃあ6番は何者で見てんの。2番が一番おかしいから。まあ、1、2だと思いますよ。俺、かまんだよ。ってるって思考があるんでしょ。かまんだよ、これ。グレーズ面でも少しでもしたいな、つってる8番の村も拾ったんだ。これ、俺、シーン取ってるからね。霊能かめたら勝てるかな。うん。6番が破綻してもいい人物だから、2、1、ロー。それしかなくない。けど、6番が8占うから。5守り徹底ね。なんでこの村で釣られてんのかがわからないよ。絶対2番黒だと思いますけどね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。あーね、4番さんご主人くせました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。4の色は7に4の色4黒とりあえず1番さん、あの、さようならしますね。まあ6噛まれてるのか。どうするのこれ。どういう進行すればいいこれ。西色ね。うん、4黒、西色、6番。これなんだろうね。地紙かな、ベグ紙かな、これって。地紙かな、これって。これ7番さんか、4番はローラと思ったよ。ベグ紙。今日はグレーからいきますよね、これ、多分。グレーから1リナは使えるんで。ちょっと待ってくれ。これ48で追ってるんですよね、結構。リチシンっぽいんでね。いやー、4番がなんかさ、8番から8番釣ればいいじゃんって言ってから、4クロでしょ？で、8ってないのかなと思っちゃったけどね。わからんけど。ってなった時に三角形のようにいいのかなと思った。4黒で、なんで6噛まれたんだろう、これ。なんでだな、これ。なんでやろな、これ。わからん。1番噛まれると思ってんけどな、俺。6が3日、グレーから行きました、グレーから。5番さん、どっか行ってくんね。8番のプレイヤーが発言します。いや、7番あんたでしょ、ガンダン。ちょ、待ち。ようやく分かった。4黒なんて初めて俺分かったんやけど。何、分かってたってどういうこと情報釣りですって言って。4白めくった時に、初めて6が破綻する。もう6心理しかないでしょ。まあ1の心もあるんだけど。だって1番って4パチで追ってたんでしょ。多分2が黒いと思ったんじゃない。それで白差しに行ったんじゃない。ただ2番白だと思うで、俺、どっちかというと。ありえない、ありえない。4パチで追ってて1番の占いが俺じゃないのがない、ない。ナンセンス。
だからね、俺ね、7番がパッと4番いけるってどういうこと？ああ、ライン切ってるしかないのか、1強で。そんな、おえれえ相方切られてんだよ、マジ4番。大丈夫？ああ、迷うなー。走らしてもいいんだけどなぁ。ちょっと考えるわ、この後の発言で。走らしようありやったよな。うん。ちょっとこの後の、みんなの発言聞いて、ちょっと柱使うわ。ちょっとそれは決める。ただ今の7番おかしすぎると思ってるわ。1番すぐ行こうっつった。まあ最終的にグレーに方向転換したのは良かったかなって感じやけど、どこなのって感じ。最後、5番に丸投げだから。うん。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、俺2番と7番つったら終わると思いますよ。はい、まあ1番は真か偽か分かりませんけど、ガン無視でいいんじゃないですか。2番と7番つったら終わると思います。まあちょっとそうだね、3番もよく分からないけど、うん、難しいっすね。あ、5番に言っとくね。俺は2番と7番疑ってるけど。うん。2番かな、やっぱり、あの発言。もう一回繰り返すけどさ。8番と5番を疑ってるところに人外がいると思います。僕も疑ってますけどって言わないでしょ。その思考にまずたどり着かないでしょ、村人で。だって自分と同じ考え方の人って、自分って村って分かってますよね。そうならないでしょ。だって明らかに5番と8番おかしかったし。まあどうでしょうね。まあ5番が決めたら、まあ俺は2番と7番釣ったら終わるんじゃないかなって思ってます。俺は2番釣りたい。1番ガンムシで。はい。いいんじゃないかなと思ってます。はい、以上。俺真なんで価値格なんだけど、俺は9釣りたくて、なんでかっていうと、9番って1の真追ってないのね。で、結局6強靭で4ローでしょ？ってなると、9番って1の芯追ってないってことは、9番6の芯追ってるんでしょ。だから噛んでんのよ。間違えて。だって9番6芯で間違えて噛んでんでしょ。で、俺今日8番さん釣りたかったんだけど、ここで柱って俺できないと思うよ。で、まず2番さん占った理由なんだけど、もし4番が強靭だった時に、下手すれば狼って噛みずらして2グッチョブ避ける可能性があるから、占い値、神先占いで8噛まれる可能性も十分あったんだよね。それだったら時点の2。2番さんもちょっと怪しかったから、自分の白先の7を結構怪しんでたから、時点の2占って結果白ね。で、8番さんここで柱してるのも狼っぽくないってなったら俺9だと思うよ。ここで9番さんが自分の白先の2釣るじゃん。で、占い値って8、9、3に増えるんだよ。ここで8番釣っとけば、俺目線3と9、2分の1で狼 100% 当てれるから、9番の2釣り押しって自分の新下げでしかないから、俺は9釣りたい。9釣って俺明日は、まあ俺噛みってまず、もう技能、護衛してたら噛まれるけど、俺噛まれたら3、8ローラーすればいいだけだから、価値格なんだよ、俺死んだから。9番さん行きたい。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ僕はラストウルフイッチャー7番さんかなと思ってはいるんですけど、まあ7番さんの、まあ、僕が気になってる要素としては、まあ僕昨日7番さんに対して狼じゃないかっていうふうに言ってて、まあ7番さんは、まあ、今日の発言の中で僕に出したのは全く触れなかったことがまああったっていうのと、あともう一つなんですけど、まあ昨日4番さんつって4番さん黒が落ちてるときに、まあ、狼がまあ、残りの裏把握できてないと、その、金を噛んでしまった時のリスク、初日に狼が釣られてて、
狂人を噛んでしまうかもしれないのに占い師を噛むっていうのがなんかうーんと思ってて、その狼目線で神経になってな噛むリスクって結構高いかなと思ってるので、まあ、1番さんが狂人で初日7番さんにしろってて、まあ、7番さんがまあ狂人が分かってるから、まあ、6番さん噛んだんじゃないかなっていうのがまあ僕は思い浮かんだ発想ですね。で、まあ、9番さんに言っときたいんですけど、まあ、9番さんがまあ2番7番怪しんでたのに2番狼で追ってるなら、まあ、僕は全然走らせてもいいんですよね。あの9番さん目線がスッキリするなら全然僕は釣り飲むんですけど、まあ、僕は7番さんがラストウルフだと思ってるんですよね今の理由で。俺の白崎、まあ、あと今日まあ7番さんは全体的に発言がふわふわしてたかなという印象もあるので、うん、まあ、僕は7番さんかなと思ってるんですけど、はい、まあ、それぐらいですね。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、2日目お願いします。なんか自分だけ浮いてるなって正直思っちゃうかな。なんか全員怪しい、ぶっちゃけると4ロジクで考えるときに4七もなんかあるし、これは6番が噛まれてる現状を見てね、これは2番が言っていた盤面確定紙位置が7番であることだと、7番が残してた4球ローロってライン交差するとちょっと薄めなんだよ。だって9番っていうのは初日の段階で5番、8番っていうふうに怪しんでいたんだよね。で、その中で4球ローロだった場合に8に白打ちって9番の叩き位置を減らしている構図になるからあんまり追いにくいと思ってたんだよね。ただ、2日目の9も微妙いのよ。なんでかって言ったら、1の真偽がわからないって9視点でなってるのが嘘でしょって思うんだけど、9視点で2番と7番どっちかにいるってなってなったら、そのどっちにも白出してる1番って確認せんだな。2番か7番にどっちがいる、どっちかにいると思っていて、でも1番の芯を追ってるっていう9番のあれはよくわかんないんだよね。で、2番のその7が確定紙位置なんじゃないかっていうその考察が結構村っぽいなって僕思ったから、僕は4番の相方が、で8番の柱もね、あんまり初日がこういうのあれはあるし、初日のね、デメリットというか、借金もあるけど、あんまり狼っぽくない。まあわかんない。村目を貸し取った狼ってのもあるかもしれないけど、本戦は俺4、7か4級で現状追ってます。はい。グレーツメーベーキャと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。まずですね、4番が黒だったんで、で、6カマレーターでしょ。で、6番さんの言ってることって少なからず合ってますよね。合ってましたよね。6番が狂人か真かは分からないんです。だから僕は1が真の可能性もありますよね。だからその場合7白2白引けてるから、1が真だった時、要は4の相方っていうのが3ん騎士1越え、あ、騎士なんだ。7番さんが騎士、ほう、じゃあいいんじゃない、グレーランにしよう。グレーランにして、明日グレーランっていう、要は、まあ、どこでもいいんだけど、 7以外のどこでもいい、まあ2も行きたくないな、じゃあ、うん、だから389のランで、どうだろうね、1号A なんだ、あれ、じゃあまあどの道あれか、僕は守られるわけだね、7番さんね。はい。じゃあ、389のランで、まあ、そうしましょう。違えた。で、まあ、どうだろうね。6番さんがもし真だったときは、あれなんだよね。8か9を占うような感じなんだよね。9占う。8怪しい。4、8怪しいけど、9占うみたいなこと言ってたから、9も十分あるんですよ。まあ、明日はどんなことがあろうと、1を釣ります。だ今日はグレラン、389からいきましょう。はい、以上です。投票だったら僕に合わせてください。実は。虫やめてくれよ。こんなに屈辱はないぞ。こんな屈辱はないぞ。ああ、こんな屈辱はないの。9番のプレイヤーが発言します。はい。
なんで今日狂人釣らないの？いや、俺霊能に頭きてるんですけど。なんで今日狂人釣らないんですか、5番さん。いや、明日行くんだったら今日行った方が良くないですか。明日行くんでしょ、どうせ。739だね。いや、納得 いかないっすね。まあ、多分俺8番さん村だと思ってますよ。はい。いや、もう俺処理しとった方がいいよね。無視は勘弁してくれ。はい、走らします。はい、巨球殺してください。5番さんミスってると思いますよ、進行。わ、やばいな、これ。5番さん、間違えてますよ、多分。はい、以上。急釣り。レリーさん、ゲストありがとう。いやいやいや、うまく同票にしようぜ、9番。マジで。どうやったらできるの？考えろ、考えろ。奇数か。同票にしようぜ、7。奇数か。5番放棄しろ、5番放棄しろ。はい。一人の犠牲も出さずに、9番無駄だろ、こんなん。2番ローでしかないよ、9番。1番狂人で。だから、釣らに来てんじゃん、1番が。新郎ローだった場合、あ、ない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 、6が1番な。はい。2番、2番。絶対2番、7神騎士、狂人。はい。1番どこ行ってんの、ちなみに。1番7。いや、無理や。さすがに。下船は。それやって一番進行乗れるんや、キストラするんやったら、平和村盤面だけやからね、俺は。なりそうな時だけやから。三四四は話別やから。同票にうまくしてくれよ、村。頼むな、9つんなよ、8もつんなよ。よろしく、以上。笑うわ、これも。ああ、わかんねえ、ご主人誰なん、これ。無視ってこれタイトル人狼殺で無視された試合。コウさんが8。終了しました。追放されるプレイヤーは8番。あぶねえ。遺言を発表してください。ふう、惜しいな。5番入れてんの。だから放棄したら投票やったのに、マジで。放棄してもさ、名は変わらないんだよ。もっと苦しいんだよ、一番が。どういうこと？ああ、面白い。ああ、5番が放棄してたら9番も釣らずに済んだのによ。笑うわ、これも。そうだな、騎士一番だったら何歩守る ?6 号へ。いや、6号へできてねえじゃん、だって。そもそもが。間違って。ああ、9番ごめんな、ちょっとな、回らんかった頭。まあ、狂人落としても意味ないと思ってるから、俺は。うん、狂人ほっぽって。ああ、もう面白いね、ね、これ。2番。え、7番さ、2から叩かれて2行ってないの最後。9行ってんだ、7番。まあ、惜しい惜しい。まあ、5番がちょっとな、マジで。放棄しろっつったのに、そしたら同票やったのに。翌日迎えてたのに。マジでいじめられたのに。まあ、いや、しゃあないよ。9番頑張れよ。まあ、オートミだとしゃあないわ、これ。以上っす。ハンター仕様するよ。ハンター仕様。おもろ。ご主人わかんねえこれ。またガーボシされたらどうしよう、笑う。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番9番のプレイヤーが発言します。
はい。まあ、5番のせいで負けたと思ってます。てか、時間いっぱいあったのに。まあ、もう今攻めても仕方ないんですけどね。8番絶対村でしょ。てか村だったでしょ。ハンター使用してますし。まあこれ一緒なんだよね、どっちにしろ。なんであんなことしたんかな、5番。狼にお願いがある。俺を噛んでください。5番に責任を負わせてください。はい。今日1釣ります。で、俺を噛んで5番に責任を。はい。よろしく。1番のプレー。いや、俺釣ってもいいけど、打つよ。俺釣って例の打ったら明日最終日だけど、いいの？いやー、ちょっとねー。これちょっと参ったなぁ。ちょっと俺行きたいんだよね。ちょっと俺ご主人釣りたいかぁ。どうしよう。ちょっとなんとか買ってくれないから。これ俺釣ったって明日どっか釣らないといけないんだから、ちょっとさぁ。今日狼釣ろうよ。2番のプレイヤーが一人だ。はい、まあ今日は1番さんを釣ろうとは思ってるんですけど、まあ最終日、まあ9番さんか3番さんになるんですけど、まあ今日の9番さんの発言の中で、まあ5番さんに対してなんか責任をなすりつけてるだけで、全然狼を探してる視点がなかったのは気になりましたかね。うん。まあ昨日は僕9番さんに入れたんですけど、まあ最終的には、まあ8番さんは、まあ、村って分かってるんですけど、まあ、その自分に票を入れてて、まあ、狼だった時行動しないと思ったので、まあ、8番さんは違うかなと思いました。だから僕は9番さんかなと思ってるんですけど、まあ、この後の3番さんとかの発言も聞いて考えようとは思ってますけど、まあ、現状9番さんかなと思ってます。まあ1周目からヘイトもなんかめちゃくちゃ向けられてて、まあ、弁明してもそれでもまだ向けてきてたっていうのもあるので、そういう点からも9番さんかな。3番のプレイヤーが発言します。1番さんを釣るんですけど、2番さんって投票8に入れて9に変えたのって結構やばくないですかって思うんだけど、だって5番さん来たじゃないですか、同票になったら合わせろと。結果的に1番さん強人ってこれ投票放棄してるじゃないですか。でこれ7番が投票放棄していなく、例えば7番が9投票とかってなったら同票になってたんですね。だから村だったらやるべきことって絶対5番に合わせることなんですよ。いやー、わかんねえな。いやーマジで9番も単体で27どっちかに言うと思っていて1に信用っていたっていうあの発言も下船し、2番の9投票も下船。まあ、とりあえず1番釣ります。5番のプレイヤーが発言します。ああ僕はラストオオカミ1はもうね2か3で迷ってるんですよ。まあ今日は1釣るんですけど、まあこの村ハンターいないんで、まあであと9番さんね、9番さんは、まあ、人狼か村かわからないけど、もうやめてくれよ、そのなんか突っかかってくるのはやめてください。はい、でもまあどの道昨日ってグレー詰めていいんですよ、進行的にわかるでしょ。だってどうせ7が噛まれるんですから。はい。で、今日1釣ればいいんですよ。うん、そして炙り出してあげればいいんですよ。まあ、これは、まあ、9番さんが村なら分かっていただきたいかなって思います。まあ、ただ、そのヘイトの向き方は、なんか狼っぽくないな。で、逆に狼でやってたらずるいなって思います。だから僕は2、3で迷いますっていう感じですね。で、今日は1釣ります。あ、まあ、9番ほんとメタっぽいよね。まあ、なんか狼さんとかさ。うん、まあ、2番あでね、4番がもう確定で狼なんですよ。で4番さんって初日、占いランのはずなのに2投票してるんですよね。でこの場合ってもう1番さんって強人でしょ。で、4番さんが狼の時に2に白打ってくれよ、4に相方だぞっていうような投票にも見えるんですよね。
まあ、どういう心理でやってるのかわかんないですけど、初日って多分ね、4か6から釣られたと思うんですよ。うん。で、8番さんってやっぱ怪しまれてたからね。うん。だから別に昨日の進行としては別にいいんですよ、グレー釣りで。で、特に2、8なんていうのは走らせてもいいっていうから、騎士がないっていうのはもう分かってたわけ。7番が出る前からね。はい。まあ僕が今日噛まれますか。はい。まあ1釣ります。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは。いやちょっとね、強靭買ってほしかったね、これ。どこをご主人なんだろうね。いやわかんねえ、これ。あと頼んだよ、ご主人。ちょっと勝ちたいね。頼んだよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いやーよかった、これグッチョも出てるからね。遊んでるだけだった。いやーめたいっていうかなんかね、正直あれの白の取り方は俺はちょっと卑怯だと思うけどね。9が村ならね。いやあのね、3番が捏造してるんですよ、ね、で俺3番のことを1ミリも疑ってません。はい、昨日の2番の発言で3番はこう言いましたよ。考察勝負じゃないやん。1の芯もあるって9番が言ったって、言ってないから一言も。一番はガン虫で、っては言いました。また3番か。アップ行くか。アップ行きますか。うん。だから3番で残されるんだろうなと思いました。王冠マークつけてるけど。しょうがない。俺が8番は最初で置いてたから。はい。で、霊能がなんか2番釣りたくないわけわからんと言い始めたから。もう従わないとしょうがないから3番に入れたんだけど、いや、あそこで…いや、もう…俺ね、5番さん、そこにイラッと来てるわけじゃなくて、なんで2番外すんですか？ 1 番強靭仕様してますけど、なんで2番外すの？いや、今は 100% 2番が狼と思ってるけど、2番が狼だった場合って5番邪魔してますよ。そこに頭に来てるだけです、5番さん。2番外したいとかわけわからん。投票時間ちょっと短いね。ちょっとそこです。投票やればよかったね。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。9番さんは今日は俺に投票するんですかね。いや、まあ僕は昨日、あの9番さんに対して、まあ、投票しようかなっていうふうに言葉残してて、で、まあ、僕は残されてるので、まあ、ラストウルフは3番さんなのかなっていう思考転換になりましたので、まあ、僕は3番さん入れたいなと思ってるんですけど、まあ、3番さんは、なんだろうな、なんか昨日なんか自分に対して言ってたんですけど、ちょっとドアスでしちゃったんですけど、いやけどね、2番、これ上市だと2番やね。そんな変な要素なのかなっていうふうにちょっと思ってたんで。2番俺の偽追ってるからね、うん。なんか3番さんが迷ってるふりしてんのかなって思っちゃいましたかね。まあ昨日5番さんは、まあ、9番さんに対して疑いを向けずに2番3番で疑いを持ってて、でその5番さんが噛まれてて、で僕は9番さんに対して疑いを目を持ってて、まあ、僕は残されてるので、多分3番さんが狼だと思うんですよ、神的に。なんでまあ僕は3番さんに投票したいと思ってますので、9番さんは僕村なんで、
まあ、確かに僕変なことばっかり言ってるんですけど、まあ、3番さん言ってほしい。やっぱ村っぽいなと思ったのは、なんかその笑ってる感じとか、なんか狼だったら、なんかもうちょっと緊迫するんじゃないかなと思ったりもしたんですよね。まあ最後まで発言聞いて考えますけど、3番さんの発言聞いて。まあ、そういうふうに。のプレイヤーが発言します。俺が言ったことをもう一回繰り返すんだけど、8番と9番の決戦になった時って2番って8番から急に変えたじゃん。あれってやばくねって話をしてんだよ。あれで投票になったらどうすんのよって。そこも1番が投票放棄し、7番も投票放棄してたから結果的に票数が奇数になって釣りなしが選択されたけれども、仮に7番が9番とかに行ってたらどうすんのって話、同票になって。釣り縄遊が1本減るんだけどって。だから、5番が言ってたように、俺の投票になったら、俺の投票先に合わせてって言ってたんだから、俺は最初9番に入れたけれども、決戦で8に変えたよ。疑ってないね、9。2番のその神考察って何なの、マジ。なんか怪しくなったな。だってさ、5番、これ3じゃねえの。5番の矛先が浮いたのって2番だよね、主に。4番の初日2投票でしょ。ありがとう。なんか4球だった時の9の単体は変なんだけど、まあ、その弁明は分かったし、まあ、48だった時、じゃあ4球の時に8白って打つメリットがどうしてもあんま感じんなとは思うから、多分2かなと思ってるかな、その2番のヘイトの向け方もなんか、いやー、3ご主人くせえな、これ。2います。さあ、これは2、3段になりました。さあ、緊張の。マスト、どっち？ああ、2位だー、どうだー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲームやったー。ああ、3だ。ああ。危ねえ。まあ申し訳ないですね。まあ僕の、まあ進行的に僕のじゃダメですか？で8番さんと9番さんの。まずちょっとまずちょっと聞いてくださいよ。僕3番さんのこと役だと思ってるんですけど、ここ先が全員4に向いてるから、これ3占って。アイリーさんありがとう。占って3プロっすよ。どうですか？当ててた。当ててた。うわぁ、危な。よく3番さん噛んだね、6。で、他に役位置どっかなって考えたときに7しかいなかった。MTP さんありがとう。当ててました。当ててた、危ない。ちょっと待って、3番さんは、6進と思った？いや、全然そんなことなくて、多分1番さんが進かなって思ったけど、高確率で1声が入ると思ったから、もう6進にかけるしかないなって思って噛んでる。まあ、ベグでもいいしね。別に。そうそう。まあ、1個逃げ切れば1も釣れるしね。